さんこんばんは。今日は初めて鬼滅の刃の新曲をお届けします。練習すれば必ずできるんです。優しく楽しく励まし勇気づけてあげることが大切です。あけぼし。
先生も子供たちの味方です。昨日も一昨日も毎日いろんな曲にチャレンジしていますが、レンジはレンジでも子供チャレンジです。子供たちの危険から守るのが先生の役目です。きちんと楽譜が飛ばないようにいつもサポートしております。非常に一曲弾きこなすのはとっても集中を要しますが、今日は初めて弾いてみました。フラットの多い曲、転調を繰り返す曲、実にネバネバじわー。遠く踏み初見力をゆっくり身につけることで、簡単な曲は後ろ向きで弾けるようになるんです。良い子の皆さんも少しずつ独譜、ゆっくりゆっくり平音記号の音、音名で読む癖をつけてみてください。誰にでも起こり得るプラトー現象、秋の来る時期がありますが、乗り越える能力、必ず道は開けます。それではまた。今の演奏はもう一つでしたので、またもっと 100% に仕上げてみせます。それではクリスマス、明日はイブだ、楽しい